ねえ、どうしたの？あなたたち、彼女を傷つけないよう気をつけて。ねえ、ねえってば、しっかりして。大丈夫？よかった、目が覚めたんだね。一時はどうなることかと思って冷や汗かいちゃった。あなた、新作府に入った途端に武器を振り回し始めたの。あなたが暴走した時の姿は、魔音の身に落ちた同胞とまるで同じだった。きっと何か理由があるんだと思うけど、新作府に来る前に一体何があったの？あなたの話を聞く限り、彼女が渡した贈り物とやらは、あの薬王秘伝の怪しい丹方と同じものみたいね。でも少し不思議なのは、あなたを見た医者が言うには、あなたの体には何の異変もないらしいの。あなたをからかっただけなのか、あるいは彼女の薬があなたには効かなかったのか、いずれにしても後で再検査した方がいいかもしれない。薬王秘伝の戦略に秘められた効果なんて誰にもわからないからね。私は今からタンスを指名手配する。もし彼女の行方が分かったらすぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。あなたの気持ちはわかる。私も過去に友達に騙されて辛い思いをしたことがあるから。ダンスが見つかったら彼女に直接説明してもらおう。始めた。始めた。タンスーがいない。どこに行けば会えるのかな。そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、聖族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。隊長ちゃん、タンスーのところに案内して。
ということはやっぱりそういうことか。大使様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼女は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら言いましたよね、彼女は私の友人だと。下がっていてください。はっ、カイシ様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。申し訳ありません。あなた様にはたくさんの嘘をつきましたが、謝るのは薬の件だけにさせてください。他の嘘はあなた様と平等に交流するためのものでしたので。私が差し上げた三雲ショーロタンは飲みましたか？何か変化は感じましたか？不死の仙方を求めて仙州にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。仙州には確かに長命酒になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲ショーロタンを飲めば薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。あなた様の小姉から察するに特に異常はなかったようですね。呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか？あなた様の体質は一般の方とは違うのですか？性格？それはありえません。仮に本当だったとしても短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかするとあなた様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフからこの争いから離れてください。ここで起こっていることはあなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか？自分たちは正義である帝宮の使命を代表して邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも
薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか。それは本当に正しいのでしょうか。あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか。あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフからこの全てのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。お互いに刃を交えたくないということであれば、ここでお別れしましょう。この数日間、ずっと考えていました。要求過疎は前進ではなく、薬王様も邪神ではない。あなた様が軽減将軍の味方をするのは、ただ彼らと先に知り合ったからに他なりません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイシ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること、心から願っています。七人様。はあ、新作府に行って世族に知らせよう。まだ早いし、どこかへ行く？どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば探数の捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまた探数に出会ったらすぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれた俺。
長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を